はい、左はミックス、うん、右が九条ネギ、そしておかんの誕生日おめでとうございます、てれーということで、はい、食してください、どうぞ、早速食してください、はい、どうぞ、ポテ、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、さあ、実食です、いや、別にそれそのままでいいよ、一口食べて、ちっちゃく一口も食べてください。美味しそう、めっちゃ美味しそう。はい、一口いただくそうですよ。はい、どうぞ。熱そう。めっちゃ熱そう。やけどすんであれ。やけどするで。やけど笑ってるし。やけどする。一口じゃなくても、とりあえず。暑いで、絶対暑いわ、暑すぎるわ、感想はどうでしょうか、うまい、うまい、美味しい、美味しい、で、今日水曜日やからレディースデーでなんかこんなんやってた、ほら、こういうなんかサービスもやってる、20歳以上の女性のみやけど、この人年齢が5歳プラス63これですよ、これはい、これ飲んで、飲んでるって、ジンジャーエールってこと、めっちゃ美味しそうやね、トモくんも食べてみ、はい、トモくん行ってみ、はい、こっちも食べてみて、お母さん、ネギ食べてみ、お母さん、ネギ行ってみ、ええ、それでいったらいいや、それでいいや、それ使ったらいい、ネギ行ってみ、こっちミックス、こっちネギ、ソースとかもいろいろトッピングあるわ、そう、なんかイベント、あの、あれやね、期間限定の宇都宮のやつだっけ、これこれのやつだっけ、宇都宮ご当地グルメ、これも頼んでる、焼きそば、そう、美味しそう、飲み物もなんかこれアルコールのメロンソーダやってるという、さあどうぞ食べてみてください、ネギがすごいよ、実食です、ちょっとマヨネーズ振って、はい、じゃあ一口食べてみてください、おネギめっちゃ美味しい、おネギ、ほら、うわー、やばい、ネギすごい、やばい、このネギすごい、蒸気がすごい、はい、どうぞ食べてみてください、はい、すごいな、これ立体感がすごいな、どうでしょう、あ、美味しい、よかったよ、ということで、ネギもめっちゃ美味しそうやな、美味しそう、めっちゃ、ネギすげえ入ってんの、びっくりした、今この断面ええの、ネギの層がある、そう、そうな、これええよ、私も食べていきましょうか、はい、ちょっとちぎって食べようか、うん、ネギばっかり、あ、焼きそば、あ、違う、焼きそばやったけど、はい、あ、はい、あ、あ、じゃあここら辺で、はい、じゃあここで、はい、あ、てっぱな、はい、どうぞ、あ、めっちゃ美味しそう、はい、ありがとう、失礼します、はい、ちょっとこれ何やったっけ、ヤンニョムなんとか、ちょっと食べてみて、食べてみて、焼きそば来る前に食べてみて、玉ねぎ、そうそうそう、あ、チーズ乗ってる、めっちゃうまそう、めっちゃうまそう、どうぞ、ともくんも食べてみ、はい、10分ぐらい取ったら終わるわ、丸よ、あと6分ぐらい、おいしい、おいしい、私もちょっと食べやすそうなんで、これなんかちょっと辛いところとあれがある、いただきます、あ、えらいやな、辛いところと、ちょっと甘い、なんだろう、チーズかな、こっちチーズ、こっちなんか違うね、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいじゃないですか、でこっちのチーズの部分もちょっと食べようか、
マスタードチーズっぽいね。チーズめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。マスタードや。マスタード。マスタード。あ、これ美味しい。この量で美味しいと考えた。めっちゃ美味しいわ。もちょっと切り分けてよ。入れていて。このちょっと辛、ちょっとこの辛いのなかなかいけるかも。ね、これちょっと辛いの野菜入れて食べたら美味しい。美味しい。野菜とね一緒に混ぜ混ぜして。そういう間に焼きそば来るわ。どんどん食べていって開けとかんと。お野菜に行きまーす。こっちはめっちゃ甘い。こっちちょっと辛いって感じ。うん。同じやつね。うん。おいしいな。あの野菜がおいしいね。辛いのと。ちょっと辛すぎるのがね、ええねん。うん。ネギいただきます。ネギ、うん、ネギおいしい。うん、ネギめっちゃ甘い。ネギ甘い、めっちゃおいしい。はい、ありがとう。めちゃくちゃ美味しいです。どうぞ。めっちゃ美味しい。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいよ。焼きそば来るかもしらん。ちょっと開けてお母さん。端っこに寄せた方がええわ。焼きそば来たら。多分焼きそば来そうな感じ。今出来上がってるから。めっちゃ美味しい。来た。はい。はい。こちらまず提供します。二宮焼きそばの台でございます。はい。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。見てください、これ。富士宮焼きそばの大ご当地グルメ。夏季限定。さあ、ちょっと食べてもらいましょうか。ちょっと写真ちょっと待って、撮りやさい。急いで撮って。めっちゃ美味しそう、これ。あの、焦げないように、こうやって網引いてくれてんねんな、今な。横向きにして写真撮って。開け。めっちゃ美味しそう。はい。はい、どうぞ。はい、いただきます。どうぞ食べてください。これ結構ボリュームあるな。1100円ちょっと、うん、大盛りで。はい、食べます。これ美味しいと思う。どう？美味しい？食べてみるわ一回。私もいただきます。これホルモン入ってるんやったと思う。ホルモン入れてるんやったっけ。ホルモンも入れてんね。ホルモン別トッピングで入れてんね。トッピングで入れてんねんな。あ、そっか、それは九条ネギがホルモンか。これは普通か。いただきます。あ、なんか 上品な味やね。なんかここまであっさりしてるよね。すごい野菜ですよ。こっちがちょっと落ちるやつ。うん。ということで、お誕生日はお好み焼きになりました。ちなみに6月22日はボーリングの日でもあります。うまい。そうです。はい。
ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ともくん、おかん、私映ってる、はい、映ってる、髪の毛切ってます。はい、ということでありがとうございます。じゃあね、はい、最後、はい、はい、ピース、はい、お疲れさん、あー終わり。